36人の乗客は有馬頼親の短編推理小説。これを原作とした映画、テレビドラマも制作された。私生活でトラブルを抱えていた刑事が私用で、スキーツアーのバスの乗客となった。ところが、別の場所で強盗の仕事をした凶悪犯が、同じスキーバスに乗り込んだ模様で、途中休憩所で事情を知らされた刑事は犯人を探すこととなる。バスの乗客は36人、その中に犯人がいる。オール読み物1956年12月号書斎1957年、東宝により映画化、公開された。公開日は1957年4月16日。閉映は宝塚映画作品、ちんどん屋の娘。他1969年4月3日、NHK 劇場にて放映。近年、NHK アーカイブスにて再放送された。1969年度プラハ国際テレビ祭でカメラワーク賞を受賞した。スタッフ、出演1980年2月9日、テレビ朝日の土曜ワイド劇場にて放映された。タイトルは、スキーバスを追え。36人の乗客。スタッフ、出演1991年11月11日、TBS、月曜ドラマスペシャルにて放映された。タイトルは、36人の乗客あのバスの中に犯人がいる。スタッフキャスト、ありがとうございます。